皆さん本日はなんとマリオ&ルイージ RPG こちらの最新作ブラザーシップが発売となりました。皆さんこちらは購入されましたか？本日発売なんですが、なぜかね全然話題になっていないと。いや本当にね全然話題になってないんですよね。 X 上でもトレンドに特に入っておらずで、いや悲しい限りではあるんですが、まあ、非常にねこちら面白いゲームで、例えばメタスコアであったりとか、そういったところもねすでに出ておりまして、そちらの方では約80点を記録しておりまして、まあ、そこまでね悪くはない点数となってます。まあ、こちらについてはまあどうなんだろうな、マリオ自体がまあ高く出る傾向にございまして、例えばワンダーとかであれば90点軽く超えていたりとか、歴代のマリオシリーズって割とね90点前後ぐらいで推移しておりますので、まあそれと比較するとまあそこまで高くはないんですが、普通にね面白いゲームではあるとは思います。でこちらにつきましては、マリオ&ルイージ RPG の一応ね、シリーズもの、まあ、続編っていう形になっていて、まあ、ストーリーはね、つながりはないんですが、で、こちらがですね、初代が、無印が、2003年11月21日に発売となりました。で、こちらがですね、ゲームボーイアドバンス向けに発売となりまして、その後も任天堂 DS、任天堂 3DS、さらに任天堂の携帯ゲーム機において、続編が展開されていきました。で、今回ですね、唐突に、任天堂スイッチ末期にもかかわらず、このタイミングでリリースとなりました。まあ、てっきりですね、任天堂スイッチではもう出ないんじゃないかと思われておりましたが、唐突にこのブラザーシップのね、発表が先日ございまして、そしてついに本日、発売日を迎えたと、そのような運びとなります。またですね、マリオとルイージ、任天堂でおなじみの兄弟がタッグで冒険に繰り出し、本来一人では越えられない障害をブラザーアクションで乗り越えながら物語を進めていく、そういった形のブラザーアクション RPG となってます。で、マリオの RPG と聞くと、まあ、例えばペーパーマリオシリーズとか、そういったところをね思い浮かべる方多いかと思いますが、そことはね明確に区別されている、そのようなゲームとなってますね。またリメイクを除くシリーズ最新作としましては、任天堂 3DS 向けに発売したマリオ&ルイージ RPG ペーパーマリオミックスの発売から約9年越しとなる最新作となっておりまして、任天堂スイッチという据え置きゲーム機と携帯ゲーム機両方の特性を合わせ持つ現世代機向け相応に、ちょっと待てよ、現世代機向け相応にグラフィックや演出部分などのビジュアル面も大きくパワーアップを遂げたと、そういったことがねこの度言えるかと思います。で、今回はそんなシリーズ最新作となりますマリオ&ルイージ RPG ブラザーシップをいち早くプレイしたので、実機プレイした上で得られた手触り感などをお届けしていくと。で、今回海流に乗ってパラパラになったコネクタルランドをつなぐ海と孤島の冒険劇、キノコ王国に突如として別世界に通じるワームホールが開き、未知の世界へ飛ばされてしまったマリオとルイージ、その世界はコネクタルランドと呼ばれ、かつては一つの大地であったと。しかし何者かによって大地をつなぐコネクタルツリーが破壊され、コネクタルランドはバラバラになってしまったと。新たなコネクタルツリーを育てている新米の育てなのコネッタと、その友達タップに出会ったマリオとルイージは、彼女たちと協力して元の世界へ帰るための手がかりを探しつつも、漂流しております島々をコネクタルツリーにつなぎ直し、世界を元通りにするための冒険へと旅立つこととなったと。どれだけ大冒険なんだよって感じなんですが、っていうのが話の大筋となっております。本作はシリーズの続編にあたるタイトルで、中には過去作のキャラクターも登場している。もちろんマリオとルイージの冒険は完全に新しいものと言えるので、過去シリーズをプレイしていなくても特に問題はございませんが、シリーズファンであればにやりとできそうな要素となっていると。
また過去作ではクッパの体内であったり、夢の中が物語の舞台になっていたこともあった。今作ではマリオとルイージが海に繰り出し、大海原のあちこちで漂流している数々の孤島を巡る、そのような冒険が待っております。ゲームはコネクタルツリーの植えられている船島を活動拠点として物語が進んでいくと、ここで今作の特徴となるところが、その船島が海流に沿って常に移動し続けていると。マリオたちは海流に乗って漂流している島々を探し出してから上陸していくため、船島が文字通り船のような役割を担う移動式拠点になっていると。海図を開き目的地を決めると、この船島は進行ルートに沿って移動し始める。この移動時間、プレイヤーに寄り道を促す自由時間にもあたり、自然と遊び方を分岐させているようにも感じられたと。例えばレベル上げのためすでに冒険した島へ戻っても良いし、進めていないサブエピソードを進めても良いと。装備アイテムの新調に加えて回復アイテムといった消耗品の買い足しなど、まっとうに冒険の準備をしておくのもありと。時には次に向かうべき島に複数の選択肢が生まれ、どちらを先に攻略するかプレイヤー側に委ねられるような場面もある。しかもその道中で本筋とは関係ない小さな孤島が見つかって、ここでも寄り道をしたくなると。逆にですね、今回手早くメインストーリーを進みたい、そういったプレイヤーであれば、後々解放されます船島の高速移動でさっさと目的地を目指しても良いと。船島が目的の島に近づいたら、望遠鏡でその島を直接発見し、備え付けの大砲によってマリオブラザーズは島へ上陸していくと。島々では住民たちを悩ます様々な事件と個性豊かなキャラクターたちとの出会いが待ち受けているというわけだ。島に上陸したらマリオとルイージがやるべきことはとても明確。その島で繰り広げられる物語を読み進めながら、島の最奥にある灯台を目指していく。灯台にはコネクタルプラグと呼ばれるものが存在し、マリオたちはこのプラグを船島のコネクタルツリーと接続することによってバラバラになった島をつなげている。そのためある意味では島の灯台こそがゴール地点のようなものとも言えるだろう。ここに到達する過程で島を騒がせている事件や問題を解決しつつ、マリオとルイージのコネクタルランドの修復の旅は進む。島の中で完結するようなちょっとした事件と物語があれば、メインストーリーに深く関わる物語もある。コネクタルランドが何者かの手によってばらけてしまったという陰謀の渦巻く大きな問題こそあれども、そこはやはりマリオとルイージの冒険ショーだと。シリーズおなじみのちょっと笑えるですね、コミカルなギャグは健在で、作中の空気感もですね、かなり明るい雰囲気となっていると。これとですね、マリオの RPG コマンドバトルにプレイヤースキルが絡むタイミング能力の感触がいいと。スーパーマリオ RPG の時代から続くコマンドバトルに追加のボタン入力操作で、その効果が増幅するアクションコマンドの要素は今作でも続投している。このシステムはキャラクターの攻撃タイミングに合わせてボタン入力に成功しますと、マリオとルイージのコンビネーションアタックが発生してダメージが上昇する仕組み、攻撃タイミングに合わせてボタンをですね押すと、普段よりダメージ量が多いというのは操作の感触としても大変気持ちいいものだ。なお今作ではゲーム内でアクションコマンドの名称が用いられていないのだが、本校では便宜上そのように表記させていただければと思うと。まあそういったところで、今までの作品のいいところは踏襲をしていて、でブラッシュアップするところはブラッシュアップをしていて、まあ、非常にですね面白いゲームに仕上がっているっていうことが言えるかなと思います。またですねボス戦もかなり盛り上がっておりまして、それこそアクションコマンドをですねしっかりと使いこなさなければクリアもできない敵がいたりとか、なかなかねそういったところでも非常に面白い作品なのかなと思います。まああまりですねこの作品今回は話題となっておりませんが、メタスコア見ていただくとわかるかと思いますが、非常に優秀なゲーム、面白いゲームに仕上がっておりますので、もし気になる方は購入してみてはどうでしょうか。でこちらのゲームの初日の感想としましては、すでにですねかなり多くの、内容がですねすでに出回っておりますが、一方でこちらの作品につきましては
どうなんだろうな。まあ比較的ライトユーザー向け、まあそこまで難しくないといったことが言われておりますので、まああまりアクションが得意じゃないとか RPG が好きじゃないっていう方でも結構ね、こちらのゲームに関しては、向いている、そうとも言えるかもしれません。まあ個人的な見解としましては、普通にね買うかどうか迷ってるんであれば買いかなと思いましたね。まあ全然悪くはないんじゃないかな。まああまりね、なんか初日の感想って言ったところであまり出回っておりませんけど、まあまあまあこれからね徐々に話題となっていくのかなと思ってます。なんだかんだでね初動は10万本ぐらい売れるんじゃないかな、パッケージ版のみで。どうなんだろうか。そういったところで今日の動画一旦終わりましょうか。皆様お疲れ様でした。そしてこのマリオ&ルイージ RPG、 皆さんは購入されましたか？個人的にはそっちの方が気になるかな。みんなこれって購入したんだろうか。まあそういったところでぜひコメント欄で皆さんのご意見であったりとか感想なども教えていただけると幸いでございます。では今日の動画一旦終わりましょうか。ではまた、バイバイ。